島村楽器イオンモール幕張新都心店にお越しのお客様、こんにちは。はじめまして、キート楽器の白井俊光と申します。私はですね、愛知県豊橋市という場所で、こういうカホンとかドラムセットとかドラムの革とかをですね、企画、制作などしてですね、販売している、人間なんですけれども、今回ですね、縁あって、こちらのお店でですね、こういう動画、作ることができまして、このカホンの説明をね、しっかりさせていただこうと思います。ぜひぜひ、見ていってください。ではどうぞ。はい、それではですね、このカホン、手に取って見ていただきまして、この茶色い面もこの白っぽい面も両方とも叩く面です。音が違うので、ちょっとね、ここに穴が開いてるので、この穴から覗いてみると、はい、このこっちの面にはちょっと針金がねついてますね。こっち側にはついていないです。こっちの音はね、こういうふうに音が違います。まず音が違うなっていうことを、してください。どっちの音が好きですかね。今回はですね、ちょっとこちらを使って説明していこうと思います。白い面を上にしてください。はい、利き手を使ってですね、例えば僕右利きなので、右手でこうやって真ん中を叩きます。そうすると低い音が出ますね。次にこの端っこ叩きますね、ちょっと高い音が出ます。じゃあ皆さんもこう膝の上にこれを置いて、白い面を上にして、ね、叩いてみてください。次にちょっとこう離す感じ、ちょっと響かせる、くっつける、ちょっとね、音の感じとか違うと思います。このあたりはね、ぜひ楽しんで、こういう風に違うんだなというのをやってみてください。それでは次に両手を使って演奏してみます。左手で低い音、右手で高い音、左右左右と交互に叩いてみます。ワン、ツー、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。もう一つ違うパターンを叩いてみましょう。1、2、3、4というふうに、左で2回、右で1回。この繰り返しですね。ではやってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2。楽しくなってきましたよね。1、2、3、4。もう一回。で、はい、終わり。はい、こんな感じです。さあ、リズムパターンできちゃいましたね。次に音を飾る装飾というのをやってみます。薬指、中指、人差し指で3つ両手でできるといいですね。1、2、3、4、1、2、3。こんな感じで練習してみてください。で、これを使ってね、こうすると1、2、3ね、このターンと叩く前にちょっとこう飾ることができたりします。もう一つデコピン、これ小指からトン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 と4発ね、とかできたりもします。こういうのとかこういうのが、使えるとね、ちょっとこう自由に叩けるように、見えるけど、これだったらもう皆さんね、何叩いてるか分かると思います。ぜひぜひ練習してみてください。さて、打面をひっくり返すと茶色い、ちょっとね、民族楽器っぽいね、こういう楽器になります。こうドラムっぽい
コンガっぽいみたいなね、打楽器でちょっと欲しいところが両方とも揃ってるみたいな楽器ですね。もし皆さんが楽器を演奏したことが全くないという場合ですね、こう例えばドレミファソラシドってこうメロディーを覚えるのも難しいなっていう方いると思うんですよ。そこでこうリズム楽器っていうのはもう本当ドーンとパーンの2つですごく楽しめます。なので今からちょっとドレミの勉強するのは大変かなっていうふうに思っていて、だけどやっぱり音楽を演奏してみたいなと思っている方いらっしゃいましたら、これ完璧だと思います。家でこうパソコンからちょっと音楽流しながら指先だけでドラムみたいな音が出るね、とても楽しくないですか。車で出かけてそこでもね叩ける、とても楽しいと思います。出かけても家の中でも楽しいし、実は楽器としてはとてもプロ仕様な楽器なので、これはですね店員さんにいろいろ聞いていただくといいと思うんですけれども、とても工夫いっぱいされている楽器で、プロの演奏現場でも使えるようにできています。価格もねプロ仕様なのにこんな感じの価格なので、興味が湧いたらぜひ手に入れてください。ということで今回ご紹介したのは、キート楽器の白井花本のご紹介でした。キート楽器の白井俊光でした。